こんにちは。今日はですね、このイノチンという会社の PF15 Pro というモバイルモニターをちょっと提供していただきましたので、実際に開けて使ってみたいと思います。バッテリー駆動できたり、タッチセンサーがついていたりで、かなり便利そうなものなので、実際どんな感じなのか見てみたいと思います。最近私も MacBook Air を購入しまして、非常に気に入って使ってはいるんですが、やっぱりボディが小さいので、その分画面も小さくてですね、若干作業効率が悪いので、自宅ではこういう感じで大きな、これ32インチの 4K モニターなんですが、つい先日レビュー動画も出してはいるんですが、こういった大きなモニターにつないで使っています。そうしたところ非常に広々と使えて快適に作業ができるようになりました。で、こういった環境を出先でも実現することができるのがこのモバイルモニターになります。もちろん自宅でもサブディスプレイとして使ったりとか、ゲーム機用のモニターとして使ったり、スマホやタブレットなんかもつなぐことができますので、様々な用途に使うことができます。かなり使い勝手のいい、使い出のあるものになります。じゃあね、ちょっと開けてみたいと思います。最初にまずマニュアルが入っています。日本語のしっかりとしたマニュアルがね、付属してきます。USB-C 端子のついた AC アダプターが付属してきます。そしてこちらにはケーブルがね、入っています。ミニ HDMI 端子のついた HDMI ケーブルと USB-C ケーブルが2本です。電源供給用と映像を出力する用のものが付いてきます。で、パッと見の印象としてはですね、非常に大きなタブレットっていう感じですね。で、厚さはですね、8.4mm です。で、重さが 1080g になります。で、画面のサイズは 15.6 インチです。400カンデラ、フル HD のモニターです。で、ここがですね、スピーカーですね。両側についています。で、HDMI 端子、それから USB-C 端子が2個ついています。これはボリュームのボタンになります。で、上にはメインスイッチがついています。で、裏はですね、艶消しのシルバーという感じで非常に綺麗ですね。で、画面は、光沢液晶、IPS の液晶になります。で、付属してきたケースになりますが、こちらもちょっと開けてみたいと思います。非常に大きな iPad のケースのような感じのケースですね。TPU という素材だと思います。硬くも柔らかくもない素材で、こんな感じで滑り込ませて装着します。で、蓋をこんな感じでパタパタと三角形を作って立たせて使うことができます。単体だと使いにくいですけど、こういうふうにすればね、いつも決まった角度で置くことができます。そして 15.6 インチのこのモバイルモニターと13インチの MacBook Air を並べるとこんな感じになります。やっぱりね、かなり大きく見えますね。で、付属してきた USB-C ケーブルで MacBook Air と少し接続してみ、使ってみたいと思います。で、販売ページに少し注意書きがありまして、M1 チップを搭載した Mac とは USB-C ケーブルでは接続できない可能性もあるみたいなことはね、書かれています。USB-C じゃなくてこっちの HDMI ケーブルを使えばつなぐことができますので、問題ないかと思いますが、とりあえずやってみたいと思います。で、上についているスイッチを長押しすると起動します。起動しました。USB-C ケーブルでも全然問題なく M1 チップの Mac とつながっています。で、パッと見非常に綺麗なんですけど、もうちょっと正確に見てみようと思いまして、これちょっと古いサイトなんですけど、映像のサイトで、ディスプレイの良し悪しを簡単に見分ける方法みたいなことがいろいろ書かれているサイトがあるんですけど、そこでちょっとチェックしてみました。カメラを通してなので皆さんにはあんまり見えないかもしれないんですけど、MacBook Air のディスプレイとこのモバイルモニターを並べて比較してみました。いろんな項目があるんですけど、どの項目においてもほとんど変わりがないというか、むしろこっちのモバイルモニターの方が綺麗に見えるぐらいのところもありました。で、今ちょっと斜めからいろいろ見てるんですけど、視野角についてもほとんど差はね、感じられないですね。で、電源ボタンをですね、軽くカチッと押すと、こういうふうに設定項目がたくさん出てきます。色の設定とか、コントラストの設定とか、使用、
ですね、リーディングとかゲームとか、まあ、動画視聴とか、まあ、そういった切り替えなんかもついています。それから入力端子の切り替えもついています。で本体にはこれバッテリーなんですけど、今 44% でバッテリーが内蔵されていて、5000mAh のバッテリーが内蔵されています。で MacBook Air に電気を供給することができます。で、このモバイルモニター自体はこの AC アダプターで充電することができるようになっています。でこのモニターの特徴の一つにタッチスクリーンになっているっていうのがあるんですけど、まあ、マウスと同じようにこのスクロールバーを指で動かしてスクロールしたりとか、あとは指先で、まあ、マウスでクリックするようにタップするとそこを開いたりすることができます。で次に、まあ、実際の使用例をちょっとお見せしたいと思うんですけど、まずこれ MacBook Air とこのモニターをつないでいます。そして、Final Cut Pro での今編集画面を表示しています。で左のこのモバイルモニターの大きい画面でタイムラインを表示したりして、こっちで編集をするんですけど、実際にその映像がどう見えるかっていうそのプレビュー画面は右の MacBook Air のモニターを使うみたいな、こういう使い方もできます。まあ、他にもこんな感じで左に YouTube を大きく表示しながら右の MacBook Air では仕事をしちゃうみたいな、こんなこともできちゃいます。でついでにマイクで、まあ、両方のスピーカーから出る音を拾って、まあ、音の違いがあるのかどうかっていうのもね、お聞かせしたいと思います。じゃあお聞きください。次に iPad とつないでみたいと思います。まあ、私の iPad はちょっと古い iPad Pro なので、ライトニング端子なのでメーカー純正の HDMI ケーブルとのアダプターを利用してつないでみます。まあ、最近のプロモデルであれば USB-C ケーブルでそのまま接続することができるんじゃないかなと思います。まあ、あの縦横の比率がiPad はちょっと違うので、両側がこのモバイルモニター側の表示はちょっとカットされてる感じにはなるんですけど、それでもちょっと大きくね表示することができます。で本なんかもこういうふうに表示してちょっと大きくしたりとか、まあ写真を表示することもできます。まあ、こんな感じでミラーリングなので全く同じものが表示されます。 Kindle のアプリで、まあ、雑誌を表示したりすることもできます。まあ、見開きで広めるぐらいの大きさになりますね。今度は iPhone とつないでみたいと思います。まあ、iPhone でも同じように、まあ、縦表示なので縦になっちゃってますけど、こんな感じでインスタのリールとか大きく見たりすることもできます。 YouTube アプリであれば、まあ、自動的にこういうふうにミラーリングモードみたいになって動画だけ大きい画面で表示されるようになります。これ便利ですね。で iPhone の Kindle アプリで雑誌を表示すると、まあ、iPhone だとねかなり小さくて読みづらいんですけど、まあ、普通に読めるサイズになります。でこれは Google マップなんですけど、 Google マップもね当然ながら大きく表示して非常に見やすくなります。で最後に、まあ、YouTuber の方におすすめの使い方としては、まあ、このカメラの HDMI 端子にケーブルを接続します。そしてモニター側の入力を HDMI に切り替えます。すると何ということでしょう、カメラの映像がモバイルモニターに映し出されます。まあ当たり前なんですけど、こういう使い方もできます。で今回紹介したのはこの PF15 Pro というモデルになります。現在の値段がだいたい3万6000円ぐらいでしょうかね。まあクーポンとか使ったりするともうちょっと安くなるみたいなんですけど、まあだいたいそのぐらいです。でまあ値段いろいろ見ていくとですね、もっと安い1万円台とかのモデルもあります。まあ、ここにはないんですけど、2万円台とかもあるんですけど、まあそのぐらいになってくると、今度はタッチパネルじゃなかったりとか、あとバッテリーが内蔵されていないって、そういう違いがあります。で、こっちはですね、まあ同じ会社の8万5千円っていう非常に高い、まあ
クーポン使うと5000オフなんで、まあ8万円ぐらいで買えるモデルになるんですけど、これになると今度は有機 EL で 4K で、しかもタッチスクリーンでバッテリー入りという、もう全部込み込みになっちゃいます。まあ、このサイズで 4K が必要かどうかってなかなか難しいところではあるんですけど、まあそういうモデルもあります。なのでまあ今回のこの紹介したモデルはちょうどまあ値段的には中間、ミドルクラスな感じで、なおかつまあいろいろついているという、まあなかなかお得なモデルなんじゃないかなと思います。まあ詳しくは下にまたリンクを貼っておきますので、よかったらそちらの方をご覧ください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。